皆さんこんばんは、グリーンバイブスマンです。いつも動画見てくれてありがとうございます。今日はですね、部屋の鉢カバーについてのご紹介をちょっとしようかと思いますので、観葉植物ツアーを交えつつ鉢カバーを紹介していこうと思います。はい。で、まあ鉢カバーのポイントだったりとかおすすめの理由とかをちょっとご紹介していければなと思います。いきなりちょっと目に映ったこれ、早けさせてしまったモンステラなんですけど、新芽を出せるために頑張ってようやく新芽が出てきました。ちょっとね、すごいかわいそうなことしてしまったんですけど、はい、ということで、まあ鉢カバー、このまずモンステラからいくと、このモンステラの鉢カバーはですね、こういう茶色い木でできた鉢カバーを使っています。で、中は普通のプラスチックの鉢になっています。で、モンステラは本当に成長が早いので、鉢カバーを買って、そこでまあ中にですね、普通のポットで植えて、で植え替えをした時にもまたここに戻せるっていう風な状況にしておいた方がいいかなと思います。で、ちなみにこのスタンドはIKEAで買ったものになります。はい。で、隣にあるのがカラテアになりますね。こんな感じで、こっちの方が結構新芽がバンバン出てきてるんですけど、カラテアの鉢カバーはちょっと暗いから見づらいかもしれないんですけど、こんな感じのコンクリート調の色のものになっています。グレーですね。で、こちらの鉢カバーもこういう風に、これは普通の100均のポットに鉢カバーを乗せているか、鉢カバーの上に100均のポットを乗せている感じになります。これもIKEAで買ったものになります。で、これはIKEAで、サイズがたくさんあるので、ちょっとそれのご紹介もしようと思っています。はい。こんな感じですね。で、セロームに関しては、こういう、なんていうんですかね、ラタンっぽい感じの、ものに、これも中は、これスリット鉢なんですけど、スリット鉢だと成長がいいっていうので、スリット鉢を入れて、ま、置いてるんですけど、これ多分、ホームセンターとかで買ってます。これも、これも、ホームセンターとかで2000円とか、1500円、1300円とか、それぐらいで買っています。あと、ちょっとおすすめなのが、まあ、もしホームセンターとかでなければ、なんか、こういうゴミ箱ってありますよね。なので、そういうゴミ箱に、ゴミ箱を使って、鉢カバーにしちゃってもいいのかなと思います。で、部屋のポイントとしては、この部屋っていうのがですね、カーテンが、まあ、ブルーなんですね。で、テーブルとか床が茶色。で、壁は白。いいので、まあ大体その部屋の3色はちょっと抑えておきたいなと思って、この観葉植物を置いてる鉢も3色に基本は抑えています。で、このソファーのこのクッションが最近ちょっと変えたんですけど、それまではグレーだったので、基本的に3色にすると統一感が出ると思うので、茶色系と、ブルー系と、グレー系の3色の鉢カバーに入れるようにしています。ではまた、ご紹介をすると、これちょっと後で紹介したいものなので、こちらもですね、鉢カバーになっています。これ、まあ、グレー、コンクリート調のグレーのものになりますね。これも、こういう普通の、ただの、ポットを乗せるだけ。これも、これは白なんですけど、これは、スリット、バチ、ちょっと取りづらい。スリットバチに、ポッと乗せるだけになります。これは、IKEA で買ったもの。これもサイズが、いくつかあるので、いろいろ使えるかなと思います。
で、まあこの棚の上から行くと、ちょっとこれは前トイレに置いてあった、置いておいたやつの、まあ、セラミストだったんですけど、まあこれはプラスチックなんで、ちょっと番外編っていう感じですね。で、これはまあブルーですね。の植木鉢にしてます。で、このサンスベリアに関しては、もう直接植えちゃっています。あと、このガジュマルに関しても直接植えちゃっています。で、その下に行くと、まあ、ペペロミオイデスだったりとか、ヒメモンステラ、あとはリプサリスとかあるんですけど、これは茶色系というか、まあ、そんな感じの色になるかと思うんですけど、こういう風にこれもスリット鉢に入れて置くようにしてます。同じくこれもスリット鉢に入れて置くようにしています。で、このリプサリスの植木鉢も普通にこういう風に植木鉢に入れて、それを鉢カバー、これも IKEA の鉢カバーですね。サーキットのサイズ違いかなのものを使っています。で、まあ、なんでこの鉢カバーをおすすめするかっていうと、植え替えするときに、もう直接こっちに植え替えてしまうと、こっちのね、陶器のやつに植え替えてしまうと、まあ、結構根が張り付いてしまったりとか、あとはその後この鉢どうすんのっていう風になっちゃうんで、基本的には僕は、まあ、こういう普通のスリット鉢とか、あとは普通のプラスチックの植木鉢に、植えて、その植木鉢を鉢カバーで、まあ、ポッと部屋の統一感を出すために置くようにしています。で、まあ、これは多分カインズで買ったのかな？カインズホームで買ったやつです。すごい安く売ってるのでおすすめです。で、あと、鉢カバーは、基本的に、こう、穴は開いていないので、水やりするときにも、こう、水が下にビチャーって出てこないんですね。なので、こう、上路で水やって、一回こう、水がジャーってなるじゃないですか。そうすると、まあ、これを持ってって、水道にビシャーとか、やれば、全然、楽なので、ここから出てきちゃうこととか、ないので、非常におすすめですね。こっちの LED 育成ライトの下にあるのもちょっと色があって見づらいかもしれないんですけど、これはまあテラコッタの色、まあ、茶色ですね。で、これは200円ぐらいでセールになってたやつ、これセラミス上にしてるんで、これは直接植えてます。これも直接植えちゃってます。これもセラミスなのに直接植えちゃってます。が、このペペロミオイリスもこういう風にカパッと外せて、水やりがかなり楽になるんですよね。受け皿にたまら、まあ、受け皿に溜めてもいいと思うんですけど、こういう鉢に溜まった方が、後々捨てるときに持ってくのとかも楽ですし、溢れ出しちゃうこともそんなないので、非常に便利だと思います。で、このリプサリスも同じく IKEA の鉢カバーを使ってます。で、植え替えたときには、こういうスリット鉢。で、まあ、このIKEA の鉢カバーは、スリット鉢とはちょっとサイズが合わないので、若干こう切って、あんまりこうはみ出ないようにしています。こっちのホヤたちもですね、同じく、これも200円ぐらいで買ったものになります。これも実際にはこう取り外せる。全然見えてないんですけど、取り外せるようになっているので、まあ、水がビシャーって出てくることはないと。これは直接植えちゃってます。なので、下に受け皿を敷いています。こっちのホヤたちはですね、これも IKEA の鉢カバーなの。IKEA 多いっすね。IKEA で一気に買いだめボンみたいな感じにしてます。まあ、グレー系、茶色系、グレー系、茶色系、グレー系みたいな感じ。にしてます。で、このアスペレニウムもこれだけ なぜかチョイスミスなんですけど、これも中には100均のポットに植えて、それをここの鉢に置いています。あ、
穴がある、これ陶器のやつなんですけど、穴があるやつは特にもうそのまま直接植えちゃうと植え替えするのが大変なので、もう中の鉢は100均とかで済ませてしまっています、いう感じですね。で、ここら辺のグリーンネックレスとかも100均のやつです。このちょっと陶器のやつなんですけど、実際に植わってるのはこれも中にスリット鉢で植えています。このリプサリスに関してはもうなんかもう全然見えてないんで、そのまんまのやつを使っちゃってますが、このハンギングするときはあんまり見えないんで、この100均のやつを使っちゃっています。あとはここら辺のゴムの木系ですね、木系ねとかアルテシマ、これに関してもこれに多分1000円くらいだったかな、980円とかだったと思うんですけど、結構透けてるんであれなんですけど、遠くて見るとそんなにあんまりわかんないかなと思うんですけど、透けてるのが、まあ、茶色系で統一したいなと思ってるので、茶色の、まあ、ゴミ箱みたいな感じですよね。なので中は普通の鉢なんですけど、こういう風に隠すことによってちょっと部屋の統一感、インテリアになるかなと思って、で、まあ、ここら辺のアルテシマのやつ、これも中は普通にこう白いただのプラスチックのポットにスポッて植えています。で、このウンベラータに関してはもう直接植えてしまってます。植え替えることはないかなと思ったのでまあいいかなと思って、ポットがね、実は見つからなかったのでそのままやっちゃったんですけど、まあこういう風にブルー系で揃えています。で、あとこのゴムの木、ロブスターに関しては、これは白い100均の植木鉢、陶器の植木鉢。これは、なんていうんですかね、こう麻みたいな素材をグルーガンでちょっと貼り付けて巻いています。カインズで買ったやつですね。茶色っぽい。まあ、テラコッタっぽい色ですよね、はい。で、あとはこのフィカスベンガレンスも、これも、まあ、ちょっと茶色ではないんですけど、一応鉢カバーとして、これもね、980円くらいだったと思います。そんなにしなかったと思うんですけど、普通に、こういう風に、茶色いプラスチックのポットに植わって植えてるんですけど、それを隠しています。こんな感じですね。あとはま、この下にいくつか置いてあるんですけども、まあ、ブルー系で揃えたり、テラコッタ。テラコッタのなんかこのね、白い、カビじゃない、なんか、塩化カルシウムみたいな、そんな感じのやつみたいなんですけど、それもちょっと味が出てかっこいいかな、みたいな。まあ、こういう感じで、揃えています。で、棚の一番下には、まあ、その、植物用のグッズみたいのを置いていて、一番こっちには、まあ、霧吹きとか、あとは、こんな感じですね。殺虫剤。これもなんか殺虫剤のやつ、こう、ブワーって貼ってあったんですけど、ビリって破いて、真っ白にしました。あとは100均で買ったなぜかピンクの剪定バサミだったりとか、こういう水差しみたいなの。で、このケースはイケアのケース。まあこれ何でもいいと思うんですけど、なんかこう、出し入れするのにちょうどいい。で、ジョールはもっとなんか大きいやつ欲しいんですけど、このイケアで買ったやつを使っています。あとは、おいしょ。ストックをしている鉢の紹介をしようかなと思うんですけど、この辺ですね。これもイケアで売ってます。なぜかストック買いをたくさんしてしまうんですけど、これはちょっとグリーン系ですね。で、あとは、このサイズのも売ってるので、 IKEA のこの本当にコンクリート調の、まあ、グレーのですね、鉢カバーはめちゃくちゃおすすめです。いろんなこうなんていうんですか、スリット鉢にも結構対応してくれるので、で、まあ、プラスチックでもちろんできてるのでめちゃくちゃ軽いですし、
安いので、とにかくおすすめ、安くておしゃれでおすすめですね。で、これもイケアになります。ちょっと色が分かりづらいかな。これなんかピンクっぽい感じなんですけど、ピンクなのかな、よくわかんない色なんですけど、これは陶器になっています。なので植え替えをするとき用にとりあえず買ってあります。あとはこっちにもめちゃくちゃでかいこのグレーの、さっきのイケアのやつ、こんな感じでストックをしてあります。まあ、いつ植え替えてもいいようにっていうのと、まあ、いつ観葉植物を買っても、とりあえずは植木鉢探すの大変じゃないですか。なので気に入った植木鉢があった時、安いものとかはもう先に買っておいて、で、それに入るような観葉植物を買うっていう感じにしてますね、どっちかっていうと。こんな感じですね、ここのエリアは。で、今度こっちのエリアになると、まあ、ここもほとんど買わないんですけど、まあ、これはちょっと白いの使っちゃってるんですけど、このシフレラに関しては。ザミオクルカスの鉢も普通のこうプラスチックのポットに入れてるんですけど、こういう風に陶器のグレーの、受け皿もついたものにセットしてます。なので、まあ、こういう風に、鉢カバーで、まあ、観葉植物と育てていくと、こう植え替えをしてった時とか、まあ、夏、春、まあ、そういったシーズン植え替えするときに、いろいろこう中だけ変えて、で、なおかつ外のやつはこう大きさによってスイッチできるみたいな感じのメリットがあるので、すごいおすすめかなと思います。これだけなぜかめちゃくちゃ色が派手なシルバーなんですけど、これに関してもスイート鉢に植え替えてここにセットしてる感じですね。で、これもハンギングしてるのも、この中のものはイケアのやつになります。軽いのでハンギングにもいける感じですね。これもイケアのもの。で、これはそのまんま、売ってたまんまのやつを使ってるんですけど、なぜならば、こう、葉っぱが結構垂れ下がってるんで、あんまりわかんないんで別にいいかなと思って、そのままにしてます。エアプランツは数百均の透明のただのガラスにウッドチップを置いている感じですね。こんな感じなので、非常に観葉植物を育てる上で鉢カバーはめちゃくちゃおすすめです。直接やっぱりこういう風に直接植えてしまうと、次植え替えたいってなった時にこれが結構汚れてしまったりとか、水やりした時にここからジャボジャボって出てきたりとかしてしまうので、鉢カバーはそういった心配が全くないので、めちゃくちゃ鉢カバーがおすすめしたいところです。あとはこっちの寝室側は、これはですね、ちょっと面白いんですけど、これも全部こういう風に中スイート鉢だったりとか、普通の100均の鉢だったりとかなんですけど、これは、H&M ホームって言って、日本では店舗がなくて、オンラインショップだけなんですけど、そこにも結構鉢カバー売ってました。なので、ネットで見てもらうと、H&M ホームで調べてもらうと出てくると思います。これもですね、これもアフロヘアな感じなんですけど、これもゴールドで揃えています。まあ、こっちは普通に、そのまんま植えてしまってるので結構やばいんですけど、成長しまくっててやばいんですけど、まあこれもそのうち多分違う鉢に、スリット鉢とかにして違う鉢に植え込むんじゃないかなと思っています。ということで、鉢カバーのおすすめのポイントとしては、まず部屋の統一感が出せるので、まあ、結構おしゃれに飾れるっていうところと、あとは水やりをするときに非常に楽っていうことと、あとは植え替えをするときに中の鉢だけを変えればいいので、まあ、いろんな観葉植物を持ってる人は、植え替えをするときにスイッチしたりとか、まあ、そういった感じでも楽しめるので、僕は断然鉢カバーを
おすすめしています。はい、という感じで、今日は8カバーについてご紹介させていただきました。もしこの動画参考になったとか、まあ良かったと思った方はですね、チャンネル登録もしくは、高評価のボタンを押していただけると嬉しいです。これからも動画をいろいろアップしていこうと思うので、何かリクエストがあったらぜひコメント欄に書き込んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。